発生から間もなく1年となる能登半島地震の被災地を支援しようと、神戸のボランティア団体が今日石川県珠洲市に向けて出発しました。石川県珠洲市に向かったのは、阪神淡路大震災や東日本大震災などの災害で被災地支援を行ってきた兵庫災害ボランティアシニアクラブのメンバー11人です。平日のボランティアが少ないと珠洲市から要請を受け、震災と豪雨の被害が大きかった石川県珠洲市の高屋町で活動するということです。バスには支援金のほか、玉ねぎ40キロなど物資が積み込まれ、珠洲市に届けられます。自分らもボランティアされていましたからね、30年前の時にね。やっぱし何かにお役に立ちたいなという気持ちで参加してるんです。後から豪雨災害が起きてるんで、今どういう状況になってるかっていうのがちょっと僕自身もよくわからないっていうところがあります。やっぱり被災者の気持ちを大切に、お手伝いできることはもう精一杯させていただこうかなっていうふうに思ってます。メンバーらは明日から被災地で災害廃棄物の撤去や運搬を行うということです。